と。はい、次はですね、ちょっとここから場所離れてるんですけども、あの松本シェーブアイス屋さんのすぐ近くにあるブラジリアンビキニのお店をご紹介したいと思います。ジョニーちゃん、ジョニーちゃんの大好きなビキニショップ。ああ、ビキニ、ビキニショップ。 You love ビキニ、over there? ビキニ、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 beautiful girls down there. ブラジリアンカップ is so like low. So tea. That's why you love it, right? Yeah. ジョニーちゃんも大好きなブラジリアンビキニのお店。And popular on the North Shore. ね、yeah, 大人気だもんね。じゃあ今度はですね。はい。レントちゃん、ハワイでは何ビキニ着てますか？何ビキニって、何ビキニもなんかいろんな種類があるってこと？あるんですよ。どういうこと？ブラジリアンビキニがハワイでは一番人気なんですけど。私なんか今一つブラジリアン水着の定義が分かんなくって、どういうのがブラジリアン水着？定義をあえて言うとすれば。ボトムがちっちゃい。やっぱそうなんだ。あ、でも、なんていうの、ティーバッグとかまでいかなくてもブラジリアンビキニっていうの、もうなんかお尻が半分出ちゃうぐらいが一番ラインがね、綺麗に出るって言われてて、ちっちゃくなくてもはみ出るところが多かったらどうしたらいいの？そうですね、はみ出た方がいいんだよ。あ、そうなの？はみ出た方がなんかお尻と足とのこのラインが綺麗に見えて、全部隠そうとすると余計にお尻が大きく見えちゃうみたいなんですよ。あ、そうなんだ。だからちょっとお尻が出るぐらいで足長効果。本当？え、ゆうこちゃんもブラジリアン？いや、履きたいけどちょっと無理かなみたいな。本当？ゆうこちゃんの大丈夫？セミぐらい、日本のだとちょっと大きいなと。すぎちゃうから、ね、それとブラジルにちょうど半分半分かな。半分半分って、こっからこことかじゃなくて中間ってことですよ。レイコちゃんは、いや私もね、多分ブラジリアンじゃないと思うけれども、ちょっと待って、ミオリンピンビリスになっちゃってる。あれ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 、どうしましょう、どうか、じゃあ、あ、入れてくれる。びっくりした。さあさあさあ、ブラジルアン水着とはどういう感じ？見てください、あの写真がいっぱいある感じかな。そう、もう本当お尻半全部出ちゃってるでしょみたいな。いや、あれでしょ、お尻が分かりやすいところで言うと、ね、あれなんかこの辺、これって半分っていうか3分の2ぐらい出てるよね。これがブラジリアンビキニ。本当？だってここの壁画に書かれてるのもブラジリアンだよね。あれはティーバッグですね。ティーバッグだよね。ティーバッグもブラジリアンっていうのよ。ティーバッグでもブラジリアンイコールもう面積ちっちゃいみたいな。面積ちっちゃいね。そういうカットのことを言うみたいなんですけど、でも僕が理解してるのは、面積ちっちゃいイコール面積ちっちゃい、ブラジリアンビキニ。あれなんて。でも、ああやって見るとお尻と足がつながってるから、確かに足が長く見えるかも。ごめんなさい、お店の人がね、こういうおすすめ人気もの、あ、かわいい、これが人気のスタイルだっていう。ちょっと見てくれたんですけど、ちょっと別々に見ちゃおうか。あ、これね、じゃあ上は、上をゆうこちゃんに持っててもらって、下を私が。あ、でもこれかわいい、柄もかわいいですよ ねえ。そして前のような後ろねえ、本当に前と後ろの差がね、こんなちょっとしかないですよ、ね、なんか。そしてずるいからゆうこちゃんの、ね、あ、でも似合う感じ。これでもさ、着たらもっとかわいいんじゃない？なんかねえ、このピンクがアクセントになってて、うん、こんな感じ。そうね、ゆうこちゃんは大丈夫だと思うよ。私は結構頑張らなきゃいけないので、ちょっとこれおいしくなっちゃう。他に好きな柄とかありますか？なんか、あれ、これはなんか、これもなんか人気なのかな。なんかほら、ハワイアンのあれが入ってる。あ、ほらほら、ハワイのハワイアイランドがちょっとこういう風に見えるかな。刺繍？刺繍してあるの、可愛いですね。色もパキッとして、色もパキッ。あ、でもだんだん目が慣れてきたのか、これだとあんまり小さく見えなくなってきたような、気のせいかな。じゃあお買い求め、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。ちょっと戻して、ね、こっから、この店のこっから、こっちすべては、
あのここのお店のオリジナルなんですよ。こんなに、うん、こんなにオリジナルなんですか。でここはあのオアフにしかないお店、なんかマウイにもあるみたいですよ。マウイにもあって、オアフはノーショア、うん、あとはワードセンターにもあるみたいですし、うん、あとアラモアの食品センター内にもある、うん、いくつかあるんですね。でも品揃えはここがやっぱり多いのかしら。こんなにいっぱいあるんですね。ね、すごいでしょ。だから自分の、ね、気に入った形とか、うんうん、サイズとかで本当だ、ね、サイズごとにずらっと並んでたりする。でもこれハートになってるのか。本当だ、ここのアジャストのところがかわいい、ね、ここがピッて取れることがないっていう本当だ、かわいい。あとはこの上にこうなんていうんですか、簡単にパサッと倒れる、うん、あ、そういうのもあるのかな。あ、ぜひぜひちょっとそっちも見てみましょう。お店の人もかわいいな、なんかビーチね。え、ちょっとほらこういうのとか、あ、かわいい。の上にね、スパッて、うん、あ、すごいかわいい。ほら、なんか横のところが、横がこんな開いて、開いてなかった開いてなかったけど、フリフリしてる、ね、あ、これいいですね、ね、これでお値段がですね、82ドル、そこそこしますね、あ、この辺とかもなんか街でも着れそうな雰囲気もあったり、ね、水着の上にも着れそうだし、かわいい。これ70ドル、かわいいな。こちらともうちょっとなんかドレッシーな感じ。あ、本当だ。あ、なんか普通に、ね、なんかタウンでも着れそうな可愛いお洋服がいっぱいある。ね、これ可愛い。ほら、見て見て。値段見て。いつもなんか値段ばっかりってあれですけど、52ドルだって。あ、リーズナブルですよこれ。ほら、フリフリなの。可愛いこれ。ねえ。あ、なるほどね。ビーチウェアだけじゃないんだ。ね、リーズナブルですね、結構いいな。あ、その中でもほらまたディスカウントとか、あ、やっぱ奥の方に、ね、あ、このブランドすごいね、インダーって言うんでしたっけ、このブランドすごい人気だよね、うん、なんかこういうロング系が、ロング系って言うんだから、これロングじゃなくてこういう感じ、ね、なんか どれを見せたらっぽいかな、それかな。これ私背がちっちゃいので引きずるタイプじゃないですか。ずりずりでも私もギリじゃない、ね、これ首にかけてるじゃん、首にこれ近くない、あ、これなんで、ほら、あ、なるほど、あ、一応私でもダメ、ダメですか、私でもこれ引きずっちゃうよ。でも引きずるぐらいがちゃう、引きずるぐらい、なんか可愛い首がすんごい怪しくないですよ、なんかハンガーがよいしょ、可愛い、なるほどね。ビーチ行った後ってきっちりとした服って着づらいじゃないですか。確かにそうなんだよね。だからこうやってね、パサって簡単に倒れるものがあると、うん、いいかも、いいかも、ね、あとなんかこうそのままのこうポテった体のままあのディナーに行く時とかって、あんまりピタッとしたものよりね、ふかっとさらっと着れるものが嬉しいなと思うけど、それかわいい、あ、これかわいい、だんだん普通の買い物状態、これかわいい、あ、これもさっきのイン、あ、108ドル、それなりしますけど、いいお値段がしますけど、やっぱかわいい、桜色がかわいいね、かわいい、ヨコちゃん似合いそう、ちょっとね、後ほどね、ちょっとじゃあ心惜しいじゃない、なんか名残惜しいんですけれども、ちょっと次の店に行ってしまいます。あ、かわいい、あ、ほらほら、こういうなんか普通にこういうのもあるよ、ね、こういうのもね、あの上はビッチビジビッチで、うん、下こういうのってね、なんかロコガールっぽいね、歩いても絶対かわいい、いいかもしれない、かわいい、ドレスアップも全然全然問題ない、あ、本当に、うん、全然ドレスアップとか平気、うん、あ、そして日本でも大人気のやっぱりハバヤーナスが ね、ここでもありますね、いろんなカラーのが、あ、なんかね、なんかどん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 バージョンアップしてきますね、履きやすいですもんね、ね、滑らないし、よし、はい、行きましょうか。